さあ、ということでスタートしました。本日のファーストレグ、日本代表対チャイニーズタイペイ代表の試合です。さあ、まずはナスリが操るのが左から右に攻める鹿島アントラーズ、そして右から左に攻めるのがピエモンテ来ました。はい、まあ、バーチャルな世界で繰り広げられています。ここら辺もね、 e スポーツの魅力ではありますよね。はい、さあここは泉、レオシルバ、さあ昨日2得点の染野から、さあセカンドボールは鹿島アントラーズ取り返します。前向いて、ファーストシュートはここは右にされました。シュートのチャンスを伺います。ここで打っていくか、セカンドボール染野、惜しくもポストまだあります。幾度もチャンスを作っている。さあ日本代表ナスリ、先制点が欲しいところ。クアドラード、ドリブルうまいですね。縦に抜けました、ロナウド、クリスチアーノ・ロナウドに対してマイナスのボール、ここで同点に追いつきました。チャイニーズ・タイペイ、陳友良、中盤でのカット高い位置から、左サイド泉、ロイとつないで、これフェイクで使いましたね。ここは豪快にネットを揺らしていきました。これで2対1、ここ一つ抜ければ得点のチャンスでしたが、さあ今度はイグアイン、よく止めました。山本シューズ素晴らしい、気合の入ったディフェンス、最後のチャンスをうまく防ぎて最後は2対1の勝利となりました。さあファーストレグ、ナスリ選手が1点リードでの折り返しとなりましたが、対戦相手の陳友良選手も非常に巧みなディフェンスからの速攻、そして豪快なシュートもありました。ナスリ選手お疲れ様でした。お疲れ様です。まずは2対1という結果についていかがですか。いやー、こう押してたんでもうちょっと点取りたかったです。対戦相手の陳友良選手いかがでしたか。まあ、昨日と同様、まあ、日本人選手の方がやっぱり強いので、いつもよりは落ち着いてプレーできたかなっていうのはあります。